稲荷神社ですね。水戸さんの稲荷神社。まあ、近くの荒見神社という神社で屋根の葺き替えをしているそうです。という情報をいただきました。うん、こっちにも稲荷さん。稲荷さんが二つの社があって、あ、もう一つなんだ。水戸さんの本日は3つの社があるんですね。